野崎選手。あ、どうかな。はい、黒崎さんですね。迎え入れられて本当に嬉しそうな。さあ、それではですね、優勝しました井口選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。今の気持ちいかがですか。そうですね、ちょっと一幕ギリギリでしたね。はい、しかし今節は初日のドリーム戦で門まくりを決めてからいい調整ができてたみたいですね。そうですね、まあ、徐々に優勝戦に向けて上向きできたので、まあ、いいかと思います。坂口選手が完璧とおっしゃってましたが。いや、そんなことないです。はい、ギリギリでした。はい、ついにですね、4000番台初のマスターズチャンピオンが誕生しました。まあ、そうですね。まあ、恥じぬように頑張っていきます。まあ、45歳でまだまだ若々しく強さを見せてくれてるんですが、どうですか、この名人という響きは。いや、そのメスもございません、はい、全くまだまだ先輩方にも及ばないので、まあ、一つずつ登っていきたいと思います。ただ SG、G1 と数々のタイトルを取ってこられましたが、このタイトルを取るというのは改めてどんな思いでしょう。まあ、そうですね、ド新人なんですけど、まあ、本当に取れて、まあ、意識しながらこれから走っていきたいと思います。最強のド新人の誕生ですね。そうです、まあ、最強じゃないですけど、まあ、はい、頑張ります。それではファンの皆さんにメッセージお願いします。一節間ありがとうございました。まだまだ勝利して頑張ります。よろしくお願いします。本当におめでとうございます。はい、井口選手の、ね、インタビューをご覧いただきました、はい、最強のド新人、ね、そうですね、1年生ですけど頑張りますという話でしたね。そうですよね、はい、でやっぱりこうバタバタ新人作業をしながら、うん、フレッシュに丘の上では動いて。そうですね、優勝戦1号艇だけどね新人なんでね、やはり他の仕事ピットでのね